皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、人気レッスンをうまく構築できない先生が気づいていないたった一つの根本的な弱点ということについてお伝えしていきたいと思います。ちょっとゾゾゾッとするタイトルってあると思いますが、はい、今日はねこちらをお伝えしていきたいと思います。人気レッスンってなんで人気レッスンだと思いますか？謎かけみたいな感じですけど、人気レッスンっていうのは、そのたくさんの人ないしは、ご自身がの先生が設定した来てほしい生徒さんがわんさか訪れるみたいな状態が人気レッスンがうまくいっているっていう状態になっていると思うんですけどね。なぜ人気なのかっていうことは、その来たいと思う人たちの、気持ちにヒットしてるから、そういう講座だから、人気なわけですよ。そんなに言われなくても分かっとるわいってね言われるかもしれないですけど、まずね根本的な事情がそうなんです。で、人気レッスンをね作りたいと思って、いろいろなことをねリサーチをするんですよ。いろんな先生が近隣教室の価格相場とか、近隣教室の、レッスン内容であったりとか、いろんなね人のホームページとかを見ながら、人気レッスンっていうものを作ろうとして、そういうリサーチをするんですね。だけれども、ここにはたった一つの根本的な弱点、ウィークポイントが潜んでいるんです。で、それに気がつかずに作り続けると、結局人気レッスンは作れないんです。だから、その人気レッスンを作る上でどうしても気づいてほしいその弱点ですね、ポイント、それを解説をしていきたいと思います。はい、それではですね、人気レッスンをねうまく構築できてない先生がご自身でなぜ自分がそれが構築できないかを気づいてない点があります。それをズバリとお伝えしていきたいと思います。それはですね、お客様のことを知らなさすぎですっていうのがポイントになっております。知らない、お客様のことを知らない、知らないっていうのはどういうことかっていうと、もう少し言うと、あまり興味関心を持っていない自分が呼びたいお客様に対してっていうことですね。で、じゃあどこに関心が向いてるのかっていうと、さっき言ったように呼びたいお客様自身のパーソナリティとか個性とか考え方とかではなくて、周りの情報ですね。他の教室どういう価格でやってるか、他の教室で人気のレッスンは何なのかとか、その情報をリサーチするところは必死にやる、そして余計に自信なくなってしまう方とかもいらっしゃるんですけれども、ポイントは呼びたい方の思考思想をよく吟味して喜ぶものをそこに置くっていう、それが思想として必要なんですよね。人気レッスンを作れない先生と面談をしたりとかお話をすると、私が驚くほどその呼びたい方の思考と思想を分かってない方が多いんですよ。はい、だからこれはね結構大きなポイントになるので、よく分かっててほしいです。っていうか、一生もののスキルに近い感じになります。じゃあ具体例をねちょっとお話をしたいと思うんですけど、私は営業職で、これは自慢とかそういうわけではなく、営業成績がいい営業だったんです。なぜ営業成績がいいのか、それは物を売ることができる、イコール買っていただける確率が高い他の方よりです。じゃあなぜ買っていただける確率が高いのか、それは相手が喜ぶものを目の前に出すからです。わかりますか？相手の人が欲しがってるものを目の前に出すからです。なんで相手の
人が欲しがってるものを目の前にいいタイミングで出せるのか、それは相手のことを一生懸命リサーチしたり調べたり、心理状況を、それ相手っていうのが法人っていう場合もありますし、個人っていう場合もあるんですよ、を全部全部加味して、これがきっと欲しいに違いない、ドンって目の前に出すから欲しいって言って買ってもらえるっていう、それだけの話です。ですから商談とかね、ある時に皆さんよく勘違いというか勝手に想像してるみたいなんですけど、すごい販売力が強いセールスマンって、ずっと相手を威圧するかのように、そして囲い込むかのように喋り倒すんじゃないかっていうふうに考えてる人いるかと思うんですけど、逆ですね。私もそうですけれども、まずね、喋ってもらわないと欲しい商品がわからないので、質問は上手になります。だから、その方が何を望んでいて、どういうものを欲しいと思ってるかっていう、ピンポイントで自分が持ってる商品で提供できるところの肝になるものを知りたいから、質問攻めっていうことじゃなくて、もう本当に単純に興味を持ってその人の話を聞きます。ということは、これができにくいタイプの先生ってどういう種類の方かっていうと、人にそんなに興味を持ってないタイプの方が質問するのがあまり上手ではないです。人に興味を持つ、人に興味を持つっていうのが、未来の生徒さんとか、そういうのも全部含めてなんですけれども、この人ってどういうふうに考える、なぜそれが欲しいと思うんだろう、なんでだろうっていう、単純に好奇心と人に興味を持つ、そこから、この人はこれが喜ぶんだとかを探っていけると、合わせた商品目の前に見せるだけなので、いかがですかって言えば、わ、欲しかった商品です、わ、ありがとう、嬉しい、しかもお礼まで言われてしまう、お買い上げいただき、値引き交渉もなく、お礼まで言われて契約されるっていう、そういう状態を作ることができるのは、ひとえにその人がどういうものを欲しがってるのかをきちんと把握することができているからなんですね。これは営業だった時も、もちろんパン教室でやった時も、コンサルでやってる時も全部全く一緒です。自分がベラベラ喋るんじゃなくて、講座セミナーになっちゃったら、私の知っている知識を皆さん知りたくって、そこにお金を払ってきてるから、それを伝えますよ。伝えるけれども、とはいえ参加している動機があるわけですよね。で、その動機は一旦確認をします。で、その上でその方たちが欲しがってる内容に合わせてセミナーをやる。だから私のセミナーは同じセミナーがない。500回やったら500回全部違うセミナーになります。骨子は変わらないですけれどもね、そこに来ている方たちに合わせて話の内容を変えていくので、その方が満足度が高いからっていうのはありますけどね。ですから、もう一回ちょっとね、本題に戻すと、人気講座を作れない先生っていうのは、自分がやっぱりやりたいように講座を作るケースが多いんですよ。それも他者比較でして、こういうレッスンで、例えばそうですね、お菓子とかだと、なんとかなんとかっていうのが大体こういう講座には入っているので、私もそれにしてみようかなと思いますとか、これぐらいの金額が流通してる普通の金額なんで、私はそこよりちょっとだけ高くしたいと思ってますとか、条件とか環境のことはすごく見ているんですけれども、全て自分目線からの提案なんですよね。で、そこには通う人がどういうライフスタイルを望んでいて、だからその講座を選ぶんだっていうストーリーをつないであげないと、選ばれる要因にならないんですよね。だから、例えば私のパン教室だった時に、選ばれている前提っていうのが、そもそも、年齢上目50代とか以上ぐらいをもともと想定していて、時間もお金も余裕があって、手ごねはもう疲れてしまって、手でこねるのはもういいや、でも、成形とかパンを触るのは好きだし、ちょっと変わったパンが作ってみたいと思う。そしてその作ったパンを、ここが私の教室の場合ポイントだったんですけど、作ったパンを喜んでくれる誰かにプレゼントをしたい、
要はプレゼントをするとありがとうと言ってもらえる、ありがとうと言ってもらえる私が嬉しい、これがその方、私の設定したペルソナさんの一番のポイントなんですよね。もちろんご自身が食べるっていう喜びはあるんですよ。あるんだけれども、それを人にあげると喜ばれる。っていうことは、人にあげると喜ばれるパンにしないといけないんですよね、私は。喜んでもらえるために。そうすると、例えば、なかなか買えないような酵母っていうか、簡単に作れないような酵母、あとは普段手に入らないような材料とかでやってみるっていうのを伝えてみるとか、組み合わせが面白いとか、あとは成形が面白いとか、それがあげた時の喜びになってありがとうっていう度合いが高くなる。なので、そういうパンを作っていて、ご紹介をしていたんですね。ですから、それはそういう方たちがもともとターゲットだったから、その人たちが喜ぶように作ったっていう講座になるわけです。だから、私が作りたいようには作っているわけではないんですね。その方たちのライフスタイルと、まあ、キーワード的にもうね、息子も手を離れて、昔は小さい頃ね、何でも美味しいって言って食べてもらったのに、家族とかもね、もうパンも別にいいやって見向きもあんまりしてくれなくって、友達、女友達とかにパンをねあげると、うわ、これ本当にあなたが作ったの、すごいね、パン屋さんのパンより美味しい、すごいって褒められる、ありがとうって言われる、それが生きがいで嬉しいんですっていうのを聞いた時に、あ、この年代の人は同様の悩みがあるなって思って、それでその人たち向けのプレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうコンセプトでパン教室をやっていたんです。ですから、そのお客様のことが分かると、それにドンピシャな企画と、ドンピシャなレッスンを作っていくことができるので、だから満席が続くですね。そのぴったり合った人たちを呼べるような内容になっているから、だからそのぴったり合う人たちを呼ぶために、キーワードとかブログとか YouTube とか動画とか作っていきますよ。その人たちを探してもらって、私を見つけてもらわないといけないので、そういう努力はもちろんしてました。だけれども、何に喜びを感じて、その人たちが通ってくれる動機になるのかっていうことをリサーチするためには、まずそのたった一人の自分の未来の理想のお客様のことを知らないと作りようがないんですよ。だから大概うまくヒット商品を作れないケースの方っていうのは、その相手の方の人間像がブレている、ないしは強烈な、思いっていうか、その人が抱いている強い思いとか背景とか、どういう行動パターンで生活パターンなのかとか、そういうのを細かくやっぱりね、想像しないと作れない。だ、そこが欠けてるケースが多いと思います。だから、人に興味を持ってない人は要注意です。特に自分の理想とするクライアントさんに関しては、自分以上に興味を持っていないと作り込みができないし、人ってストーカーとかでない限りは、人に興味を持ってもらえているっていうのは嬉しく感じるポイントなんですね。だから、それをちゃんと理解した上で、あなたこれ欲しかったでしょ？きっと、ほらっていう、サプライズに近いですよ。ほらって渡されれば。わ、理想の講座だ、みたいな。そんな感じに作っていくことができれば、探されて満席になるのも、ある意味、まあ当然というか、当たり前になっていくので、その方たちがどうやったら喜んでくれるのかを知りたかったら、その人たちの生活パターンとか考え方、思考を知るのが先になります。ご自身がやりたいようにやる方は、まずね、うまくいかないです。はい。だから、そこが教室業もサービス業であるっていうことを理解してほしいなと思っている点でございます。はい、以上をまとめていきたいと思います。人気レッスンをうまく構築できない先生が気づいていないたった一つの根本的な弱点、それは人に興味がないということです。人にというのは未来の生徒さんにという形になるので、そこからまずね、講座は作っていかないといけないので、その点が弱いなと感じる方は、自分が呼びたい理想のクライアントさんの考え方とか思考、生活行動パターンとか、どれぐらい自分が把握してるか、そして
それが喜びポイントはどこにあり、どんな講座を作れば一発で来てもらえるかっていうのをね、考えてみるっていうのを一度やってみると、人に興味を持てないタイプの人はここが恐ろしく想像ができてない方が多いです。はい、ということで、今日はそんな点をお伝えしてみました。チェックのポイントとしてお使いになってみてください。それでは。